演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファミリーマートのお母さん食堂冷凍食品をいろいろ食べてみたいと思います。それからシューマイ、たこ焼き、チャーハン、唐揚げですね。で、ここにあと担々麺があるんですけど、これは一番時間かかるのでちょっと今やってるところです。先に食べちゃわないと、これ待ってたら他の料理冷めるので。ではチャンネル登録よろしくお願いします。まず唐揚げからいただきます。和も中華もどれも美味しいな。そしてどこか安心感がある、そんな味ですね。もっといろいろ食べたい。ラストの汁なし担々麺出来上がりました。赤赤としていて辛そうですね。それではいただきます。あれ、思ったほど辛くはないんだな。これつる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 、こっちにね、麺も楽しめるな。いや、麺を楽しむのがいいかな。最初に食べたこちらの唐揚げは、噛んだ瞬間にお肉の旨味がうわっと広がってくるだけではなくて、ちょっと刺激のあるスパイシーな感じもあって美味しかったです。結構大きかったので食べ応えがあったのもいいですね。で、その次に食べたこちらの本格シューマイ、こちらは肉厚がで中身がたっぷり詰まったシューマイを噛んだ瞬間にリコリお肉の旨味がぶわーっと広がってきました。ラー油とか欲しくなっちゃうような、そんな味ですね。これも結構ボリュームがあって美味しかったです。はい、次、お出汁の効いたたこ焼き。これはたこ焼きの以前に食べたトロトロたこ焼きとはまた違った、ちょっとふんわりとした弾力のある食感でしたね。タコはこちらの方がしっかり入っていましたが、ちょっとお出汁はどこ行っちゃったのっていう部分があったのも残念ではあると思いますね。名前負けしているような部分もありますが、美味しくはありました。チルドと冷凍のどちらを勧めるかと言われたら、こちらの冷凍の方を勧めますね。で、こちら札幌の純連監修お母さん食堂チャーハンは、もう中華の旨味の効いたお米やチャーシューが口の中でふわっとその味を広げてくれました。なんかふわっとばっかり言ってるな自分、もっとボキャブラリー増やさないとって、そういう内輪ネタもいい。結構またボリューム量もあって、食べきるのは満足できましたね。違うハードバーを探そうとして瞑想してるな自分。これも美味しかったです。そして最後に食べたこのもちっと生姜の汁なし担々麺、したら山椒とかもついてたんですけど、辛さは赤々として辛そうですると言いましたが、そこまで強烈ではないですね。なんかピリピリくるんですけど、あーってなるような悶絶するような辛さではない。どちらかというともちっと食感とか治ってるように麺の食感で勝負しているような印象です。なので本当に弾力のある平たい麺で美味しかったです。名古屋のきしめんに近い感じかな。ただ辛さはもうちょっとあってもよかったかもしれないですね。で、この中でちょっと自分はこちらのチャーハンが一番お気に入りでした。もっと食べたいと思えるとても美味しいチャーハンでしたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。結構来るなというわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。